サツリテ9号車はカースポット前橋吉岡のおすすめ車ですご紹介いただきますのはユーカーレンジャーピンクのサ猿屋さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ今回はどんな車でしょうかはい、はいえー。今回のおすすめ車はインプレッサスポーツ 2.0IS アイサイトです根強い人気のインプレッサスポーツということになりますねはい、はい、そうですね、えー、ボディサイズもちょうどいいと幅広い年齢層のお客様に、えー、お乗りいただいてます ではこの車ですが、評価書を確認していきましょう。こちらの評価をいただいているお車です。はい、えー、内装が星2つ半、えー、外装も星2つ半、評価点4点です。えー、総合評価は4点、ちょうど真ん中くらいですかね、はいえー。評価をいただいているお車でございます。ではじっくりと紹介していきたいと思いますね。まああのインプレッサと言いますと、やはりね冒頭ちょっとお話がありましたが、えー、大きすぎず、 小さすぎず、まあはい、ちょうどいいサイズというのがこのインプレッサーの魅力ですすよねねはい、はい、そうです、ねえー、室内も快適な空間で荷室もしっかりあります、はい、大型のスーツケースで、えー、約3つ積むことも可能なんです、ね、これもあの非常に、ね、荷室としてもしっかりしているとパッと見そんなに積めるのかなという印象もあるんですけれどもこれはもう開けていただくと分かると思いますね、はいまあ、ですから取り回しの良いボディーサイズで、はい、この使い勝手 はいえー、こういう使い勝手がいいというのが、この魅力の一つですよねはいそうですね、えー、インプレッサースポーツのすごいところは、取り回しの良さや室内空間だけではないんです、はい、走りの面で多くのお客様に認めてもらっているんです、はいえー、もう一つは、これはもう運転する上では大事ですね、はい、走りですね、これ、どんなところが走りはすごいんでしょうか、はいはいえー、まずは、スバル車の特徴でもある、水平対向ボクサーエンジンです。 左右対称に配置されたピストンが互いに振動を打ち消し合うためえ振動が非常に少なく滑らかなエンジンフィールなんですえまたボクサーエンジンはコンパクト、軽量低重心という特徴を持っていますそのことによってえカーブを曲がる際にも地面に吸い付くように走ってくれて非常に気持ちのいい走りをしてくれるんですまあこれもあの乗っていただく、まあ、運転していただくとその良さが、ね、すぐ分かっていただけるというふうに思いますけれども、えー、水平対向ボクサーエンジンジ えー、まあ、左右対称にレアアウトされているということですね、はい、あの確かに素晴らしさですけれども、低重心、はい、例えば雨の日でも、はいえー、それからまあ、これも AWD のお車ですが、雪道でもですね、はい、ま安心して走ることが、まあ、できるというのが、えー、非常に魅力の一つなんですね、はいまあ、ですから信頼できる車、はいえー、まあ、相棒としてみたいなイメージは非常に強いんですけどねその通りですね。 えー、もう一つのスバル車の特徴としてシンメトリカル AWE といって、はいえー、車が左右対称のレイアウト重量バランスになっているんです、はい、これが高速道路での直進安定性やアクロでのコントロール性能を格段に上げててくれれいるんです、うん、これはポイントですね、はい、あのサ礼さんが言われたように格段に上げているというところなんですよね、はい、非常に高いレベルのところで、えー、までいっているというのが、はい、あの特徴でしょうかね。はい 左右対称のボクサーエンジンだからこそ、これ、できることなんですね。はいそうですねあのそして、サラやさん、今回のインプレッサースポーツですけれども、はい、他のインプレッサースポーツと比較して、少しですね、はい、これは私、お値段知ってますが、はいえー、お安い気もするんですね、はい、これ、何か理由があるんでしょうかはい、えー、と実は、あの他のインプレッサースポーツに比べて、はい、走行距離が少しだけ多めなんです。ということなんですね。はい、はい、あの納車前に スバルのプロの整備士がしっかりと整備をさせていただくので、その点はご安心ください。はい、でも万が一の故障やトラブルなどにも備えて保証もしっかりしているんです。保証ですよね。はい、まあ,あの距離が少し多めなので、えー、やや安いというのは分かりました。はい、でこの保証ですがど,どんな保証がついているんでしょうか。はい、えー、とこちら全国統一の走行距離無制限保証が、えー、最長で5年。 えー、つけることができます。はい、えー。保証内容も多くの部品を対象としているので非常に安心してお乗りいただけます。はい。これあのお得感もあると思うんですよね。はい。えーね、非常に安心なものですけれどもね。はい、えー。こういったのもご利用いただければと思いますが、でサやさん、このインプレッサん、はい、装備はどんな装備があるんでしょう。はい、えー。まずはパナソニック HDD ナビや、えー、バックカメラ、えー、大型リアスポイラーなど豪華装備も満載の一台です。 ハードディスクのカーナビゲーションがありますがこれがパナソニック製、はいえー、合わせてバックカメラもついているということですね後ろリアスポイラーがありますので、はい、スタイリッシュな格好よさというのも、ねはいえー、際立つ1台でございますね。はい、まあオプションもも多数という1台なんですけども えー、すぐにね、はいえー、ご購入を検討する方、はい、多いんじゃないのかなっていう一台なんで、えー、早めにお問い合わせをねお願いしたいですね、はい、で、サるさん車の詳細も教えてくださいはい、えー、平成24年式で走行距離はおよそ6万2千キロ点検整備をして納めさせていただきますではこの9号車ですがズバリお値段をお願いしますはい、えー、消費税込み167万4千円ですなお諸費用リサイクル料は別途申し上げます 9号車は24年式です、インプレッサスポーツ2 0 i s i s サイト AWDCVT の1台、お値段は167万4000円と。 ということで猿屋さんからご紹介をいただきましたけれども、まあ、走行距離が、ねはいえー、やや多めということで、その分、お値段を、ねはい、頑張っていただいている1台ということですが、すねはい、装備、ね、はい、非常に充実していますので、はいえー、評価点、もちょうど真ん中の4点とい,う、ねはい、いただいている車ですけれども、何かこの車を買う際には、特別なプレゼントを猿屋、ねはい、さん、お願いしたいと思うんですが。そうですね えー、今日、明日ご制約のお客様に限り、えー、ボディにガラスコーティングをして、納めさせていただきます。はいえー、ボディカラー、ホワイトですけれどもね、はいえー、ガラス系のコーティングをじゃあ、プレゼントということでよろしいですかね、はい、ありがとうございました。はい、9号車は24年式、インプレッサスポーツ2 0 i s i イサイト AWDCVT の1台です。お値段は 詳しくは0279556978、カースポット前橋吉岡までお問い合わせください。はい、ということで、えー、おすすめ車ご紹介いただきましたけれども、はいえー、その他にもたくさん車が、ね、ありますので、ちょっと見に行きましょう。はいはい、では行ってきます